ここマサチューセッツ工科大学のメディア研究所は、これからの新しい情報技術に関して高度な学術的研究を行うための研究機関として生まれました。特にこの研究所では、新しい通信手段の考案発明を革新的な応用に結びつけることに焦点を当てた研究が進められています。今日まで各種の通信手段が異なる分野において考え出され、その結果としてそれぞれが独立した学術的領域の中で進歩してきました。新しい通信媒体やその創造的な応用に関する考案や発明は、共通の場を持つことなく、しかも相互に影響されることなく進歩してきました。メディア研究所は、映像技術、会話システム、計算理論および認知システム等の最新の研究を高度に結合した応用を考えることによって統合化し、これら技術間の隔絶をなくすことを基本思想としています。メディア研究所には現在次のような12のプログラムがあります。エレクトロニックパブリッシング、ラーニングリサーチ、アドバンストテレビジョン、ミュージックリサーチ、スペシャルイメージング、グラフィックス、ヒューマンマシンインターフェース、スピーチリサーチ、フィルム&ビデオ、コンピュータグラフィックス&アニメーション、エンターテインメントリサーチ、ムービーズオブザフューチャー。これらのグループは個別の研究目標を追求する一方、メディア技術の新しい視界を開くことを共通の目的としています。このメディア研究所は、ジェローム・ウィズナー前 MIT 学長にちなんで、ウィズナービルディングと名付けられた新しいビルの中にあります。このビルディングは有名な建築家 I.M. ペイの設計によるもので、1985年10月2日に落成しました。そしてスーパーコンピューター、4台のメインフレーム、60台のワークステーション、300台を超えるパソコンからなる、世界的にも最も洗練されたコンピューター設備を整えています。さらにその他の設備として、あらゆる種類の音や映像の生成および認識のための信号処理装置や周辺装置を数多く備えています。